内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都のスタジオからお送りする30分です。というわけで、先週に引き続きまして、今週も録音放送でお届けしていこうと思います。今股関節の手術のため入院中でございますので、また元気にねすぐ復活いたしますので少々お待ちください。はい、というわけでですね、本日も今週も内田彩の音楽をゆっくり皆さん解説付きで楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますのでね、はい、ゆったり聞いてください。よろしくお願いいたします。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田彩アルバム、あなたの板町。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバム、あなたの板町。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩ジェイジェイカントリー KBS 京都からお送りしています。さあまず1曲目お聴きいただこうと思う曲はですね、オルゴールという曲なんですけれども、私内田彩のアルバム7枚目のアルバムミュージックボックスに収録されている1曲でございまして、まあ、タイトル曲のようなもんですね、ミュージックボックスオルゴール、この曲ね、ワンマンでも実は弾き語りで歌った曲でもあるんですけれども、今日はね、まあ、いろんな曲を紹介しようと思っているんですけど、失恋ソングを並べてみようかななんて思っておりまして、私10枚アルバム出してるんですけども、意外とその何でしょう、失恋の歌っていうのが少なくてですね、はい、割となのか分からないですけど、まあ、その中からちょっと選んでお届けしていこうと思うんですけども、その1曲目がオルゴールでございます。2人で見つけたオルゴールっていうところからね始まるんですけども、まあ恋愛をしていく中で何かこう2人でね一緒に見つけたり買ったりした思い出のものって皆さん何かあるかなと思うんですけども、またそれを見てその時思い出したり、もうそんなもん捨てるっていう方もねもちろんいらっしゃると思うんですけれども、まあそれぞれでございますね。はい、まあそれを一つをこうオルゴールと見立てて書いた曲でございます。聴いてください、内田彩でオルゴール。近い合う一緒だよ。
いつもの帰り道。内田屋カントリー KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン万浴 BS ファイン。先週ね、社長に、角野社長にこの BS ファインどうやって作ったのかストーリー聞きたいななんて話を言ったら、なんかすごい面白いお話になって、まだまだちょっとね盛りだくさんな感じだったので、続きを今週も聞きたいなと思います。はい、今週もこの方とお電話がつながっております。キルガン万浴 BS ファイン、鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。暑いですね、毎日ね。暑いです、はい、もうね、7月もう中旬、暑いです超えました、はい、はい、で、じゃあ先週の続きということで。そうなんです、先週多分ね、はい、テストをして、私は大したことないと思ったけど、そう、それは実は体温が上がるからすごいことだっていう話までしたと思うんですね。そうです、 BS ファイのこの素材に初めて出会われた段階ってことですよね。で、その方は、はい、例えば静電気では、うん、世界の大家なんですね、研究者としては、はい、すごい方ですね、世界の第一人者の方だったんです、うん、それで、実は私どもその頃繊維を開発するだけの資金なかったですからね、はい、まずテストでできないかということで大手メーカーに頼んで、うん、研究室に入れていただいたんです。研究テーマにしていただいたんですね、はい、それで、最初の素材ができたのが2年ぐらいですね。当然ながら、皆さんいろんなテーマをアップされてやってるの で最初はね、ナイロン素材でした。あ、今はね綿とかですけどね、はい、でナイロン素材のものができて、はい、それをテストしたんですね、同じように、はい、うん、鉱石と同じようにね、うん、実は、あまり言いたくないんですけど、ね、秘密ですから、はい、この番組ですから言いますけど、はい、BS ファインというのは、はい、3ミクロンの糸、はい、1000分の3センチの糸の中に、はい、1万分の3センチの鉱石が実は 1.5% 入ってるだけなんです。なんかもう今すごい数字がいっぱいなんですけれども、ナノテクノロジーなんですね、本当にね、はい、はで、そのナイロンの糸が最初にできて、はい、測定をしましたら、うん、たった 1.5% でも、はい、鉱石と全く同じ性能が出たんです。1.5% で、そうです、それってすごいことですよね。そうです、実は鉱石の段階で何パーセント入れたらいいかっていう、はい、あの調査をしてたんですね。で、ある程度入れれば効果が出るということは分かってたわけです、はい、だからどんどん入れればいいわけではなくして、ある程度で止めないと、はい、突起ができると繊維にならないんですね。 そうか、あくまで鉱石ですもんね。そうです。で、なぜそれだけ少なくて済むかというと、はい、そこまで小さくすると表面積増えますよね。そうですよね、放射って表面積なんですね、うん、あ、で、鉱石の減衰率というのは100年とか200年ですから、はい、それを、まあ、最初はナイロンの中に封入して入れてるので、はい、鉱石と全く同じものが出た。でも将来を考えた時に、はい、実はナイロンとかポリエステルの方が後にできたんですが、はい、なぜそういう化繊ができたかというと、うん、実はライクアシルク、シルクのような化学繊維が最初できたのがナイロン、それからポリエステルなんです。でポリエステルの方は強度が高いんですね、はい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 、だから車のシートとかさまざまなものに、まあ、インナーウェアとかあの肌着でアウターとかもそうですけど、はい、スポーツウェアほとんどポリエステルになっていて、そうですよね、で将来のことを考えてポリエステルにしようとしたんですが、はい、通常ですね、こういう鉱石を繊維の中に入れるとき練り込むということがあるんですね、はい、鉱石とそれからポリエステルを温めてこう混ぜるわけですよ、うん、団子のように、はいはいはい、その時に加水分解を起こすんです。ほう、加水分解、実は、はい、ところがブラックシリカは起こさなかったんです。へー、ここで最初の不思議がスタートしたんですね、はい、それからポリエステルの素材ができてテストをして、それも同じ性能があった、うん、それから
今度は生地を作るんですが、これも私どもの親メーカーにお願いをして作ってやってきたんですけどね、はい、でその時に綿とポリエステルの生地を作ったんです、はいはい、ポリエステルは吸湿性がないので綿で汗を吸って快適に、はい、まあ、BS ファインで温めるためですね、で染めたんです。お、綿を染めたんですね、はい、綿とポリエステルは染める温度も圧力も違うんです。へー、普通は綿を染めてもポリエステルは染まらない。あ、そうなんですね。ところが、はい、ポリエステルが少し汚染されたんです。ほう、 BS ファイン触媒機能があるんですね。へえ。だから開発を進めるにあたってどん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 さまざまな機能が分かってきだしたんです。へえ。だから BS ファインあったかいっていう話をしてますけど、はい、実はあったかいだけではなくして、うん、抗酸化機能、すなわち酸化しないのに匂いにくいとかですね。だから BS ファインの商品匂いが全然気にならないってなるんですね。だから酸化還元とかさまざまな機能があることが分かったんですね。へー。でそれから、まあ、生地を作って、はい、さあインナーウェアできたわけですよ。おお。でも鉱石の粉砕から加工、それから繊維のね、うん、帽子はなんと1分間に300メーターのスピードで帽子するのでね、はい、本当に超先端技術なんです。へー。でさらにその、まあ、一貫生産で全てのことをやっているので、はい、実は糸の値段が高いんですね。あ、実は今麺が少し高くなってますけど、うん、高くなっていても麺の5倍以上するんです。おー。だからインナーウェア1枚どうしても値段高くなるんですね。はあの、安いものを高くしてるには決してないですからね。はい、そうですよね。もともとどうしても高いのでそうしないと利益が出ないから会社が存続しない、それで値段が高いんですけどね。なるほど。で値段インナーウェア5000円なんですね、一番安いのが。そうですね。で、当時関係者はみんな売れないと言いました。はい、私も大丈夫かなと思いました。ではい、関係者にやっぱりせっかくできたので、うん、関係者の方に配ったんです。はい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 。で皆さんあの一応できましたから来てください。うん、そしたら全ての方がもう一枚欲しいって言われたんです。うわ、これちょうど今この時期です。夏の時期に。そうです。でなんでって聞いたんですよ。はい、すっごい気持ちよくて体が冷えないっていう話なんですね。で私も1枚持ってたんです。はい、でも私はもう糸ができた時に本当に子供が生まれたりに嬉しくて、で最終製品のインナーウェアが出てきた時は飾ってたんです、はい、着るのがもったいなくて。そうなんですね。はい、でもそうしたら本当に皆さんこうすごいすごいという話になって、それから BS ファインが少しずつ、まあ、最初は全く売れなかったんですけどね、でその時に少しだけ自信を持って、はい、必ず売れるようになると思って、開発スタートから今年でなんと22年目を迎えます。じゃあもう今のさっきのお話はだいたい20年以上前のお話だったってことですよね。そうです。へー。だからその頃は海のものとも山のものとも分からず、本当にその役に立つかどうかも分からなかったんですね。それがこの21年間22年、はい、経過してさまざまな機能が分かってきた。うん、それが BS ファインの開発ストーリーなんですね。やっぱりもう社長ね、この BS ファインブラックシリカに出会われた時何かビビビとくるものがあったんでしょうね。いやそれはなかったです。なかった。それはなかったんですが、いです、ね、ただいろいろな物理的なことが好きなのでさまざまなものに興味があったのは確かです。で本当にこの、ね、社長が開発していただいたおかげで今本当に多くの方が、ね、この快適に冷えからこう、ね、守っていただいて、累計今100万人以上のお客様に何らかの形で使っていただいていると思うんですね。ですからそれがお客様がまたお客様に口コミで広げていただく、はいはいはい、当然ながらそのお客様が増えてきたのでお司会の、お手紙とかお電話も多いんですけどね、はい、で少しずつやっぱり私たちが成長してサービス、はい、から商品をさらに改良してますからね。ぜひ楽しみにしてください。いや本当にね、この夏のシーズンにこそ本当に BS ファイン大活躍するんじゃないかなと、はい、私自身も、実感して思っておりますので、ね、皆さんもいろんなストーリーを聞いてね、
今日初めて聞いてちょっと興味持ったという方ももちろんたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はい、まずはいろんな、ね、商品が載っているカタログがございますのでこちらぜひゲットしてください。無料でサンプルリストバンドもね BS ファインの基地でできたサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますのでぜひ足首や手首にねはめてみてください。キルガンバンヨク BS ファインのお問い合わせ先です。0120-259-789 0120-259-789カモ繊維までお問い合わせください。もちろんホームページもございますのでインターネットでキル岩盤浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。よろしくお願いいたします。いや本当に今週もいろいろ興味深いお話を聞かせていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また来週もいろいろお話、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。KBS 京都のスタジオから今週は録音放送でお届けしております内田彩 J カントリー。さあ続いて2曲目紹介していこうと思います。2曲目はですね10枚目のアルバムハローマイソングスに収録されているさよならという曲です。もうタイトルからして失恋の曲やなって感じがいたしますけれども、この曲はねこう男女の2人が別れ話を車の中でしていてその車の中で皮肉にもバックミュージックがラブソングが流れている、まあ、そんなシーンからどんどん膨らまして、書いた曲なんですけれどもミュージックビデオも YouTube にアップされております。アメリカのカンザスのね古い雰囲気のあるお屋敷で撮影させていただいたんですけれどもこれもよかったらぜひ見てみてください。内田彩さよならでひらがなで検索していただいたらね YouTube 出てきますので、はい、というわけでではでは早速聞いていただきましょう。内田彩でさよなら。いつも優しい目で
内田彩さよならお聞きいただきました。さあそして3曲目、最後の曲は失恋ソングなんですけれどもね、今週お届けしているのは、この曲聴いていただきましょう。内田彩でロンリーサンデー。あなたへの切ない思い、果てしなく続く揺れ、飛行機雲翼に乗って、会いに行きたい今夜、私にいつもくれた人、あなたと永遠の思い出忘れない、あなたの描いた夢と日々の暮らしの私、移ろう時の中でただすれ違っただけ、大丈夫私強く笑っていける、あなたと別々カモ繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩ジェイジェイカントリー、 KBS 京都からお送りしています。さあいかがでしたか、内田彩 J カントリー。来週もね、録音放送でお届けしようと思いますので、また楽曲楽しんで聴いてくださいね。そして私内田彩の様子はですね、内田彩青い空ブログに毎日のようにアップしておりますので、よかったら覗いてみてください。内田彩、彩はひらがなで検索してくださいね。そして今日お届けした楽曲はね、 Amazon とか iTunes でもゲットしていただけますし、店頭ですと大垣書店、4モール京都店や十字屋三条本店もね、アルバムドドンと並んでおりますので、はい、他ストリーミングでも聴いていただけますので、よかったらいろいろなところで聴いていただけたら嬉しいなと思います。あと番組へのね、メッセージもぜひ送ってきてください。また戻ってきた時に皆さんの読ませていただきますのでね、待ってますよ。メールアドレスはあや @kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからのメッセージを送っていただけます。よろしくお願いいたします。ブログやったらね、ライブの様子とか今までのね様子、食べログみたいにもなってますけれども、覗いていただけますし、あと Facebook ホームページもありますので、今日初めて聞いたという方もね、また覗いていただけたら嬉しいななんて思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、また来週もね、夕方5時30分火曜日にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバーイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン、カモ繊維の提供でお送りしました。